佐藤鉄造は、日本中央競馬会に所属した機種。1989年にデビュー。1996年にマイネルマックスで、朝日ハイ3歳ステークスを制し、GI 競争を初制覇。2000年代以降は、タップダンスシティ、エスポアールシティ、アーネストリーといった、機場場で、数々の GI ジェイプニー競争を制し、タップダンスシティとアーネストリーの管理長教師、 佐々木昭三とも、名コンビを歌われた。2012年11月に競争中の落馬で、重傷を負い、以後気丈のないまま2014年10月に引退。以後は主に競馬評論家として活動している。1970年、福岡県北九州市黒崎に生まれる。1歳の時父親の転勤に伴い、大阪府泉佐野市に移り、以後同地で育つ。 住野江競艇場が近かったこともあり、中学時代には競艇選手になることも考えていたが、1984年のジャパンカップにおいて日本馬初優勝を果たした桂木エスラの走りを見て、騎手を目指そうと思い立ち、JRA 競馬学校を受験し合格。1986年より第5期生として入所した。同期には田中勝春、角田光一。 山田大成らがいる。2年時の研修は、立党トレーニングセンター、吉岡八郎級者で行った。1989年3月4日、吉岡八郎級者所属で騎手としてデビュー。初戦は、中京競馬第四競争で、チョモランマに騎乗し、急着。4月30日、京和戸和田に騎乗し、通算29戦目で、初勝利を挙げた。 初年度は8勝という成績に終わったが、2年目には27勝、3年目は33勝、4年目には、騎乗バレット・イット・ビーによる、重勝初勝利を含む38勝と成績を上げていった。しかし5年目には、落馬事故で鎖骨を複雑骨折する重傷を負って、休養し、当年12勝と成績を落とす。翌年も23勝に終わると、その年末に、 吉岡から一度外に出た方が勉強になる。その方がお前のためにも良いと悟され、翌1995年より吉岡厩舎を離れ、フリーとなる。すると、中村人氏清水いずるび小林実といった調教師から積極的に起用され、当年67章を挙げて全国10位の位置につける。1996年12月には、 中村9社のマイネルマックスで朝日杯三3歳ステークスを制し GI 競争を初制覇。当年は自己最高の70勝を挙げ全国8位につけた。2003年にはタップダンスシチーでジャパンカップを制覇。キューバ新という競争史上最大儀差での勝利であった。同馬とはさらに2004年にも宝塚記念に優勝。タップダンスシチーは 非常に乗り難しい馬という評判であったが、佐藤自身は僕は最初から乗りこなそうとせず、魚さずに何とかしようと思った。結果的にそれが魚したような形になり、勝利に結びついた。タップは僕の騎乗スタイルの原型を作ってくれた馬と述べている。また、タップダンスシチーとの出会いは、後に佐藤とメイコンビを歌われる調教師、 佐々木昭蔵とのつながりが生まれるきっかけともなった。エスポアールシチート佐藤。2009年から2012年にかけては、エスポアールシチートのコンビで、ダート GIJ プーニー競争7勝を挙げる。佐藤は同馬が未勝利の頃から、その将来性を見抜き、調教師の足立明夫と連携しながら思い描く、形へと導き、GI 制覇に至らしめたのであった。 中央 GI2 勝目を挙げた、フェブラリーステークス優勝時、足立は、彼がいなければ間違いなく今のエスポアルシチーは、なかったと評し、佐藤自身も、稀に見るほど全てがうまく運び、イメージ以上に作れた馬と語っている。また、2011年には、佐々木急所のアーネストリーで、宝塚記念も制した。同馬は、エスポアルシチーで成功したことを、今度は、 芝で試したいという考えの下で、試行錯誤をし、走る軌道によって体が入りやすくなることが分かり、それがはまり出してからはどんどん表紙だったという。2012年11月24日、京都競馬第10競争における最後の直線で落馬。内拉致に激突し、全身7箇所の骨折に加え、外傷性気胸右肩いぶれつはじめ、右ひ関節脱臼という重傷を負った。 落馬した騎手が鉄製の支柱に衝突する危険性は従前から騎手クラブが指摘しており、競馬界と改善についての議論が行われていた最中の出来事であった。この事故で佐藤は入院、当時騎乗していた佐々木球舎の有力馬、絆は竹豊に乗り換わることになり、同馬は翌2013年に東京優春に優勝。 この時、武氏は彼の悔しさも、また、騎手としての覚悟もわかるから、彼の思いをきちんと胸に抱いて乗りたい、という気持ちがありましたと語っている。一方の佐藤は、医師の予想より早く事故から2ヶ月後に、自力で立てるようになったものの、事故当時毛細血管2本のみでつながっていたという、左腕の回復は進まなかった。6度の手術を行い、 リハビリも続けていたが、ついに復帰は叶わず、2014年9月16日に引退を表明。10月12日、京都競馬場で引退式が行われた。騎士通算成績は1万686,954勝。引退後は、競馬評論家として活動し、日刊スポーツにおいて、競馬予想を行っている他 MBS ラジオ、高校競馬サンデー。 にレギュラーコメンテーターとして出演する。また、騎手引退時には、ノースヒルズが運営する育成施設、大ンヒルズの騎乗技術アドバイザーに就任することも発表された。騎手として目指した姿は、一流のホースマンではなく、一流のギャンブルレーサーであったといい、馬券を買うファンのための騎乗が心情であった。自身も協定ファンとして、船券を買う立場にあり、 その経験を騎手としての姿勢にも反映させていたという。騎乗していた頃から、なんとか三着に入ってやろうと思って、いつも乗っている。一着がすべてとは僕は思わない。もちろん、一着を目指して乗っていますけど、馬券は単勝だけではないんでねと語り、そういった中で、一着にはなれずとも、ファンの中で主役になれる馬がいるはずだ、という心情をも口にしている。また、 2000年の札幌賞において、ラガーレグルスに騎乗した際、スタートを切れないまま終わるという失態を演じたことも背景にあった。あの時に何も説明できなかったという思いがずっと残り、多くのファンにスタートも切れないまま損をさせてしまったので、これからの騎手人生の中で絶対に返していこうという思いが芽生えたのだという。佐藤は自身の引退会見においても失敗例として、 また自身の向上につながった例として、この競争を挙げている。引退のきっかけにも、ギャンブルレーサーとしての意識が関わっていた。馬を可愛がりつつ、競争では割り切って、結果を出すことなどできない、馬にとっては、騎手は嫌な存在のはずと考えていた佐藤は、努めて、馬の可愛いい面を目に入れないようにしていたが、リハビリ生活中に、絆のもとを訪れた際。 自身にじゃれつく姿を見て、めちゃくちゃ可愛いと感じ、この感性のまま、もしやす、腕が動いたとしても、ギャンブルレーサーとしての佐藤鉄造には戻れないと、考え、引退を決断したのだと述べた。タップダンスシチーアーネストリーで GI を制した佐々木翔造とは、コンビとして知られた。1997年に、佐藤が佐々木旧社の桜エキスパートに帰場して、 愛知杯を勝った時、佐々木は、まず、なんとも度胸がいいという印象を抱いたという。さらにタップダンスシチーで、佐藤が高い技術を持つことを確信し、以後、コンビが成立。それから20以上の重賞勝利を挙げた。佐々木は佐藤を徴用した理由として、アキラちゃんみたいな超一流ジョッキーを乗せ続けていったら、馬はどんどん成長する。そうやって育てられた馬は、 成績も安定するし、上のクラスに行っても通用する。まあ、それは競争馬を育てるということに関しては三本指に入ると思っているアキラちゃんだからこそかもしれないけどなと語っている。出展、日本中央競馬会公式サイト、引退騎士名鑑佐藤哲三記載されていない情報については個別に出展を付与。すべて平地競争。ありがとうございます。